おはようございます。はい、どうもおはようございます。っていうか、お久しぶりです。はい、約半年ぶり。いや、そこまで行ってないでしょ。3ヶ月ぶりぐらいじゃない。なかなか忙しくてできんかったね。雨も降るしね。そう、うん、前まで寒い寒いだったのに今日暑い。暑いよ暑い。ということで、まあ今日は久しぶりのキラさん TZR 日記ということで、キャブの部品をキースターっていうところでメーカーで発注 しようと思ったら、うん、一時的に在庫切れだったんで。中国製とか。いや、日本製。大阪のメーカーで岸田なとこ、まあ、下に概要欄には貼っとくけど、国内メーカーで、うん、で中のそのメインジェットの受けとかいろいろそれ全部入っとるもんで、うん、それを使った方が純正を使うよりも安いから、とりあえずそれで大丈夫、うん、キャブクリーナーで洗浄すればいいんだけど、うん、ここまでドロドロになってるから、今日はちょっとあのその超音波洗浄機で洗ってみようということで。すげえの、うん、すごいよ、うん、何でもいけそう。借りてきたあ、そう、うん、さすが。どこまでこう超音波洗浄機で綺麗になるかわからないけど、うん、うん、いろいろ試してやってみようということで、まあ第一弾は綺麗な水っていうか綺麗なあの溶剤でキャブやって、それ1回で終わっちゃうともったいないから、ブレーキサポートのところと下のリンク、うん、三つ股、うん、まあベアリング交換するんで、まあ試しなんでこのまんま、そこにゴムのシールが入ってるけど、まあそれもとりあえずつけたまんま、うん、それはスイングアームのところのシャフトじゃないかな、うん、デロデロ、うん、それも一緒にうん、洗浄してどこまで綺麗になるかやってみたいと思います。はいよ。じゃあ今日は洗浄終わりで、洗浄まででね。あとね、キャブの部品はね、細かいのが多いしね、あのもう劣化してきてるから、折らないように、壊さないように気をつけながら分解してみましょうね。怖いな、うん。じゃあとりあえず今日は一日洗浄、うん、あの部品を壊さないということでやっていきたいと思います。それが振りにならないことを祈る。じゃあ今日一日よろしくお願いします。まあキャブからバラしていくんだけど、うん、あの本当にネジがかっついていたりいろいろするから気をつけて外して。分かった。うん、衝撃そう。抜けた。はい。いや見てこれ、なんか穴が開いてるもんね。何これ何が起きてんだろうこれ。え、何それ。こんなこっちも完全に穴が詰まってる。これいや折れてんじゃん、そこ。あ、腐食で折れたってこと。うん、うん、いるわこっちも折れた。折れた？折れた。中いる。こんなことあるの？うん、完全に穴が埋まってるもん。こういうキャブとか長く置いてあった小さいそういうプラスのネジ、うん、頭舐めるんやってよく。な、うん、もんでそういう時はそのインパクトドライバーパチパチって取った方がいいよ、うん、インパクトドライバーでもう取れないようなやつはもう手でやってももちろん取れないし、うん、OK そう、そう、うん、そういう風にそれでやった方があの頭が舐める危険性が低い、うん、おー結構やられてますね、うん、もうカッチコチやでうん、フロートの方はどう？フロートなんか動きもしないけど、これって何って感じになる名ばかりのフロートだ。やばいね、うん、じゃあフロートチャンバーのあっちの受けの方は無理すげえことやばいね、うん、まあちょっとずつ綺麗になると思うので大丈夫だと思うけど、ね、この高圧洗浄機は頑張ってくれるでしょ。高圧洗浄機って、お超音波洗浄機だ。
アホや。もうやったやな今多分。そっち真鍮やぞ、うん、やると取れんくなるぞマジで。だから行ったのに先に。まだ生きてると信じている。マジでそこ取れんと厄介やぞマジ。取れた。何が？フロート。やったよ。やった。さすがや。ね、さすがや。やれる男やと思っとった。やっぱりね、やるときはやるんだよ。やらかしちゃって。うん、やらかした。うん、まあとりあえず仕方がないでこのまま一回洗浄機かけて、うん、きれいにしてみて、それから。ちょっと考えよう。考えよう。ここもあるしね。うん。ここどう。ということで本当は全バラシにしてから組もうと思ったけど、うん、まあ2つ連結したまんま入れてみようか。はいよ。はい、じゃあ入れていこう。とりあえずお湯で40度、これ以上熱くするとあれなんで40度に。はい、入れて。うん。はい、ブク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 。熱いよ。あ、いいよ、いいよ。はい、おいで、その辺の部品も入れて、フロートゴムつけたまんまに入ってる。はい、ゴムつけたまんま。これ蒸して、うん、うわ切ったら、はい、取れるかな、うん、もうなんか浮いてきてるよ、はい、この辺も全部入れる。それプラスチック？いや、多分鉄っぽい。あ、ほんじゃあ入れて。この辺も入れようか。うん、全部ついたまんま、うん。普通取るけどな、うん、ね、キラさんっぽいね、うん、あとはこの辺も入れとこうか。まあそれはどっちでもいいけど、まあ入れようか、ね、中が綺麗になるかも、はい、こんなもん。そんなもんだね、うん、じゃあここからはなんかもう浮いてる、うん、ここからは音声が乱れると思います、うん、じゃあとりあえず、はい、うわ、すげえ浮いてきた。うん。出てきた。うわ。綺麗になるかな。わからんけど。とりあえずじゃあこれで1時間、あ、30分、一つ見てみましょう。あのね、うん、今ちょびっとやった感じ、開けてみて。まあ5分ぐらいやったんかな。あんまり変化がないんで、洗浄の、よいしょ。専用のこの洗浄液を、洗浄液っていうか洗浄剤を入れていきましょう。どれぐらい？そうやな、それの3分の1ぐらい入れても。3分の1、うん、難しい。よし、うん、これでスイッチ入れましょう。またすごくドア出だしたね。うん、出だした。やっぱすごい出だした、なんか。すげえ。すごい。うわーって出てる。すごい。じゃあまずこれでどこまで綺麗になるかわからんけど、ちょっと。これジョバジョバって洗って。あ、でももうすでにほら。あ、すごい。ちょっと綺麗になってる、うん、5分しかやってないのに。すごい。あー、ちょっとずつなってる。よし、じゃあこのまま、あ、
水も汚くなってきた急に、ね、よしそれでやろう、はい、はい、はい、こんにちは。またこんにちは、はい、ということで、はい、こんにちは、はい、こんにちは、ということで、あれから1時間半ぐらいかな、うん、うん、ビューっとかけてみました。はい、それどうなったかね、ちょっと見てみよう、はい、はいはいはい、開けるよ、いい、どうぞ、色変わってる、カゴごとでいいよ、カゴごとじゃーっと出して、うん、ゆっくり、おめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗になってる、すげえ、すげえ、ピカピカや、ピカピカや、うわーすごい、あーこっちもめっちゃ綺麗になってる、ピカピカやで、わー例のとこも取れるといいね、これ ね、うん、ね、はい、でこっちのフロートの、フロートチャンバーの方はどうなった、ピカピカやで、ダム、まあ奥の方の、まあちょっと残ったけど、うん、だいぶ綺麗にはなっとるね、うん、もうちょっとこれこれってやった方がいいかもしれない、そうな、うわーでもここのやっぱりあの水のところ冷却水のところもやばいな、これここ取れればいいけどこれ無理だろうな、うん、圧入したりちょっといろいろ聞いてみようかな、うん、もうで痩せに痩せててこれ無理かもしれない、うん、ちょっとその辺は確認してみるわ、うん、じゃあまあとりあえず綺麗になったのでこのボディをできるだけ生かしていくようにやっていこうね、うんうん、はい、じゃあこっち、うわ、まあこっちは割と全部部品変えるやつなんで水温80度まで上げてみました、うもうすでに落ち始めて、うん、油汚れには強いねやっぱり、うん、こっちの方が期待できる、まあ次アルマイトを落とす溶剤も買ったもんで、それは次回やってみましょう。はいよ。はいよ。じゃあ綺麗になるの。はい。はい。じゃあ太る見てみて。はい。熱い。今度80度。熱い。持てる？これ。持てるよ。おお。綺麗になってる、やっぱり温度かけてるから。うん、めっちゃ綺麗になってる、うん、サビ、あ、これちょっとやればすっごい綺麗になる、あ、ここでじゃあ洗いながら、うん、やってみよう、水洗いして、うんうん、まずこのステムのベアリングもシールも交換するし、カチカチになったけどもうこんなもんか、いや、もともとそこは油が落ちなきゃいいと、ひえ、うん、ちょっとそれ洗って、うん、やってみる、うん、はいはいはい、はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、とりあえずキャブ、うん、例のやらかしはなんとか修正で治りそうなので、うん、お願いします、はい、はい、ここも治ればいいけどね、そうね、そこの水回りのところもちょっといろいろ考えて、せっかくそんだけキャブは綺麗になったんで、うん、そのそれ使いたい、なんかいろいろ調べたところによるとちゃんとそこは水通さないとダメみたいなんで、うん、調子悪くなるとか、うん、じゃあもしまあ今日明日にスッと直さなきゃいけないものでもないんで、うん、うん、徐々にやっていきたいと思います、はい、あとその油ビタビタのめっちゃ綺麗になったよ、うん、中に蜂が巣つけてた、泥鉢ね、うんうん、ギガ鉢でしょいやギガ鉢でしょ、泥鉢だよ、うん、まあ地方それぞれ名前はあります、ギガ鉢が正式名称本当調べて、貼っときます、貼っといてで、まあいろいろ綺麗になったんでその辺も、うん、あと新しいシール打ち替えたりベアリング打ち替えて全部綺麗になったら組んでいきたいと思います、ね、綺麗、ステムのベアリングはもう交換だからね、また近いうちにそこを外す動画も上げていきましょう、あとは腐食だなこれな、うん、そこね一応バフかけるっていう手もあるし、ある程度また3度か上とかかけてまたクリアで塗装するっていう手もあるし、いろいろあるんで、まあそこはおいおいやっていこう、うん、うん、まあそのうちね、うん、秋は厳しいかな、無理やろ、無理やな早くエンジン音が聞きたいなあのエンジンが生きてるかどうか確かめたいな、うん、そうしたらエンジン開けるだけよ、よし頑張ろう、うん、
うん、まあとりあえずエンジンの方は圧縮測ってキックがちゃんと降りるかだけやって、うんうん、キックは降りてキック降りたか、キック降りた、じゃあまあ圧縮測って、うん、だいたい左右の圧縮があって、あと YPVS がちゃんと動くか確認して、まあ、そうすれば多分エンジンはかかる、YPVS 確か動いたんじゃなかった、バッテリーだけ、あ、そっか、上げてやったら確か動いて、うん、キックも圧縮あるような感じで動いてたから、あ、そっか、うん、じゃあとりあえず大丈夫なんじゃない、走行距離も短いし、まあ、ダメとすれば腰上だけあのピストンリング交換するとかできるから、うん、そっちでいいと思う、そうしよう、楽しみだな、うん、早く乗りたいな、うん、か、はい、やめてキン、ちょっと蚊が来るっていうから緊張してる、それ人に向けてやったらダメですって書いてない、それ火気と高温に注意って書いてある、はい、大丈夫です、はい、じゃあまあとりあえず今日はここまでっていうことで、うん、はい、次はまたフロントフォークやらなあかんし、うん、うん、もうあとはちょっといろいろまた考えて、うん、もうちょっとフレームとかも綺麗にしたいけどね、フレームね、ちょっと難しいのかな、うん、なんかアルマイトかけれる業者さんもあるもんで、うん、そういうのもちょっとあの聞いてみて、うん、値段と相談して、はあ、やってみようか、できないことは金で解決絶対今のやらしいの使うあの大人なんで、そう、金で解決あの独身貴族なんで彼女募集中ということで、そういうことでこんなことばっかりしとったら彼女できへんわ、じゃあその一端はあ、俺か、責任があるってことで、ごめんなさい、はい、嫁探し頑張ります、はい、頑張りますじゃあまあとりあえず今日はあの、うん、なんだ超音波洗浄機で本当に綺麗になったんで、うん、これからもいろいろ使っていきたいと思います、うん、はい、はい、じゃあ今日はご視聴ありがとうございました、早くもう、この動画がいいと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、お願いします。